です。はい、どうも皆さん、こちらミネットです。さあ、ソワルドを連れ実況を続きやっていきましょうか。今回はですね、こちら、まあ、ついに8月も入ったということもありまして、たぬきショッピングの季節の限定商品で、日本人には、めちゃくちゃ馴染みがあって、海外では全く馴染みのない商品っていうのが出てきたじゃないですか。お盆関連アイテムの販売が8月10日から8月16日になります。ご先祖様が帰ってくる日とされているお盆。この時期にちなんで、キュウリの馬、ナスビの牛が8月10日から8月16日にたぬきショッピングに並びます。これらはご先祖様があの世とこの世を行き来するための乗り物とされていて、来るときはキュウリの馬で早く来て、戻るときはナスビの牛でゆっくり帰ってもらうっていうのが、まあ新しく追加される家具なんですけれども、今回はこちらの海外の反応っていうのを取り上げてみようかなと思っております。まあ2、3件あったのでそちらを見ていきたいんですけれども、まあそれプラス動画の後半では、八景島のシーパラダイスさんの方で、ついにオンラインでも購入できるようになりましたよということで、今回はね、そちら2つをピックアップして紹介していきたいなと思います。では早速やっていきましょう。まずですね、どういった反応があったのかっていうと、ちょっとツイッターの方で見てみたんですけど、ACNH、まあ、これアニマルクロッシングニューホライゾンズっていう海外版の略称なんですけど、キュウリとナスの椅子びっくりはてなみたいな、めちゃくちゃ驚かれてるのがやっぱり多かったですね。キュウリとナスの椅子に見えるっていうことで、いや昔さ、カエルのチェアってあったのをご存知ですか？飛び出せ道沿いにあったカエルのチェアっていう家具があるんですけれども、まあ、カエルのチェア同様にこれも座れるものなんじゃないかって思われてるらしくて、どうやらキュウリとナスの椅子で ACNH の更新があったようで、5人の異なる人々がそれについてツイートするまで私はそれが冗談だと思ってましたとか、まあ、確かにな、ナスビとキュウリに割り箸がぶっ刺さってるものが急に出てきたらそらびっくりしますよね。ただね、これ意外だったのがかなり好意的に思われているみたいで、初めてキュウリの馬を見て恋をしているとか、あと私が見た中でもキュウリの馬とナスの牛について最も重要な質問に答えていません、私はそれらに座ることができますかとか、やっぱりね、海外の人はこれを座るものだと思ってるみたいですね。ここから海外の方ってみんな調べてるんですよ。で、調べていって、まあ、ナスやキュウリの新作について話し合う人がたくさんいます。お盆に来て先祖の霊が帰ってきた船を代表するお盆になっていますとか、まあ、そういったねツイートもありながら、新しいアップデートの情報が欲しいです、任天堂様、任天堂聞こえますか、更新は7月29日に予定されています、これがキュウリとナスの棒ですみたいな、そういったツイートもされていたりして、まあ、海外ではかなり盛り上がってるそうですよ。まあ、そんなね反応だったんですけれども、なんかね、キュウリの馬とナスビの牛は海外ではもう手に入るのかな、なんか持ってる人が複数名いたりして結構びっくりしたんですけど、8月10日からになっております。今からちょうど1週間後かな、多分投稿する日からちょうど1週間後あたりに当たると思います。まあ今年からね追加された家具だから、まあ驚かれても不思議ではないですよね。だってさ、飛び出せ道沿いは多分ね、海外版だったらなかったと思うんだよ。これ日本版でしかないイベントだったと思うから、多分ね、世界的に見てもこんなイベントがあるのかっていう意外性があったかなと思います。いや確かに日本人の俺たちも一番最初にこれ見た時はなんだこれはって思ったから、まあ、つまり道沿いはね、今までのシリーズとは違ってもう世界共通のものだから結構面白いですよね。例えばさ、これの次の月見団子、馴染みあるけどさ、月餅とか、あと地足、韓国の地足にちなんだソンピョンが並んでいますのでチェックしてみてくださいとか、まあ、いろいろな国の文化が知れるっていうのはいい機会かなと思います。まあソンピョンに関しては飛び出せ道沿いにもあったのかな、家具としては存在しましたので知ってる方も多いんじゃないかなといったところで、今回の海外の反応動画でした。楽しみですね、8月10日どういう反応になるのか。ただね、結構ツイートとか見た感じでは困惑はされていましたけど、それでもね、海外の方は調べてくださっていて、こうご先祖様があの世とこの世を行き来するための乗り物なんだよってしたら、あ、そうなんだみたいな、それだったら大切なものなんだねっていう反応が多かったから、まあそこら辺はね、やっぱり嬉しいかなといったところで、よし、ちょいさ、横浜八景島のパラダイス見に行きましょうか。こちらですね、集まれ動物で×横浜八景島のシーパラダイスのクリアファイルが330円のものが新しく登場したのと、これマジで嬉しいな、この集まれ動物のスタッキングマグと、スタッキングマグのピンクと、スタッキングマグのホワイト。これはね、別のところでも購入することできたんですよ。ただ、クッキーと、シーパラダイスさんのトートバッグと、シーパラダイスさんのクリアファイルは、シーパラダイスさんの方でしか買えなかったから、まあ、これをオンラインで置いてくれるっていうのはめちゃくちゃありがたいことですね。早速見ていきますか。トートバッグ。これがね、俺も買おうかなって思ってたものなんですよね。シーパラダイスさんのトートバッグ。1個注文しようかな。っていうのと、あと、八景島のクッキー。これが14枚入りで810円となっております。何が映ってんだろう？タヌキチと、つぶきち、まめきちと、ジャスティンと、
ふうたとふうことダコスケかの6人か6人が写ったクッキーとなっております。これプラス集まれ動物撮りのスタッキングマグ、別のサイトでも売られてたから、まあ、知ってる方は多いかもしれないんですけど、集まれ動物撮りのグッズ先行販売商品、注文からお届けまで5日から10日程度で届くと。いや俺たちもね実は行こうっていう話してたんですよ、横浜の八景島に。まあ、これ撮影にはめちゃくちゃいいなっていう話をしていて、行こうかなって言ってたところでちょうどね、あんまり今って動きにくい時期じゃないですか。まあそれでね延期になってしまったんですけど、まあ近くでね行こうと思ってる方がいらっしゃればぜひぜひ楽しんでいただければなと思います。これ行きたかったな普通に。まあ家具とかが映ってるのがグリーンで、ピンクが、まあ、しずえさんのカラーになっていて、ホワイトがねしずえさんとあと住民、多分これみすずちゃんなんだよな、化石と家具類が映っている、そんなホワイトマグカップとなっております。まあ耐熱もね70度までいけるから、かなり使い勝手はいいんじゃないかなといったところで、俺はこれ注文します。トートバッグとクッキーを注文します。これさ手数料とかってどうなんだろう、手数料とかはかからないのかな、ご注文手続きへ進む。手数料とかはかからないっぽい、もしかしたらね少しかかってしまうかもしれないんですけど、300円デートでしょう。これと八景島のクッキーを両方購入して2790円、まあこちらを購入したいなということで、本当は欲しかったけどちょっと行くの微妙だなって思っていた方いらっしゃればね、こちらのオンラインショップで購入することができますので、ちょっと概要欄に貼っておきます。ぜひぜひ購入してみてください。そんな今回の動画でした。よし集まれ動物撮りの方に戻りましょう。さて集まれ動物撮りの方に戻ってきました。ちょっとね雑談して終わりにしたいなと思うんですけれども、8月あんまりさグッズとかって出てこなかったね。去年だったら一番くじとかがあったじゃないですか、バンダイさんからいろいろなグミとかも登場してたし、グッズがさ去年は充実してたなっていう印象あるんですけど、今年は全然ないんだね。8月だいたいこの八景島のイベントぐらいじゃない。こっち来い、こっちを見ろ、お前は釣り上げてやる。なんか大きそうじゃない、かなりレアな魚な気がする。ベルに変えよう。お、食いついた、いいんじゃない。あるあるですね、ブラックバスを釣り上げることができました。これなー、なんかでかい魚って思った時大体スズキかブラックバスなのって何なんだろうね。まあやっぱ大きさが一緒だからなんだろうけど、なかなか厄介な点だな。まあ夏アップデが入ったということで、いろいろな家具も追加されたわけなんですけれども、今はね残念ながらまだ夏アップデが入ってできることってまだ花火大会だけなんですよね。まあ花火大会の次に来るのがその言ってたやつ、キュウリの馬とナスビの牛。キュウリの馬とナスビの牛っていう名前がさ、やっぱ海外の方にはぶっ刺さったらしいね。であとはその十五夜のお月様と、2日後に牛郎食女の日がある。織姫の服と彦星の服が8月の5日から8月の14日まで購入することができますので、織姫の服と彦星の服が去年もあったっちゃあったんだけど、確か彦星の服は買ったんですよね。まあ、織姫の服は残念ながらまだ買ってないから、織姫の服購入したいなと思います。まあそんな今回の動画だったんですけれども、いかがだったでしょうか。てかタピオカとかさ、せっかくだし飾らん？こことかに、夏っぽくしたいよな。どうする、地面とかに置いてみない。あーちっちゃ、思った以上に小さいなこのタピオカドリンク。ここにタピオカミルクティー飾ってみる。ここと、ここと、4つ置くのってどう。4つ置くのはどうなんだろう、夏らしさ出た。なんかさっきの方が良かった気がするな。屋台が必要だね、屋台を配置してその上にいろいろ置いたら解決する気がするよな。屋台って言ったらさ、俺ここしかないんだよね。なんか室内に置きたいな、誰かに渡して。なんか室内に飾るのが一番いい気がするな。ここにも一応置いてるのは置いてるんだけどね。やっぱ食べ物系は中か、どっか置きたい場所あるか。わ、ここに置けばよかったかもしれない、タピオカミルクティーとか。
夏らしさ出るからいいよね。でもこれ回収してさ、置いてみる。色が同化してしまっていて微妙だな。タピオカミルクティー、あーこっちの方がいいかも。冬っぽさ出ちゃうもんな、こういうカップ類だと。まあ案外超えたところでタピオカ系がぶっ刺さるんじゃないでしょうか。注意、この島も夏らしさ全開にしていきたいなといったところで今回の動画でした。この辺で終わっておきましょう。じゃあな。